こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイヤープロレスリングワールドライブ配信始めていきましょう。今回は12月11日に、惜しくも73歳でお亡くなりになられました、木戸治さんですね。日本プロレスでデビューされ、新日本プロレスに参加で、第一 UWF にも参加されまして、関節技とかですね、オリジナルホールド、キドクラッチなどで、見せました。いぶし銀として、活躍されました。木戸治さんの追悼ということで、行いたいと思います。本当に、木戸さんの、レスリングスタイルっていうのはやっぱり味があって、好きなので、好きな戦い方なので本当に、残念です。本当ご冥福をお祈りしたいと思います。今回は木戸治さんのシングルマッチばっかり、2時間ほどやっていければなと思います。この新日本プロレスの レジェンド軍木戸さんですね。やっぱまずは、ゴッチさんから始めましょう。ゴッチ流を一番ね、受けた、人と、言われております。まあ、カール・ゴッチ自身もゴッチさん自身も、木戸さんのことがすごくなんか一番の弟子だって言ってましたので、まずやっぱりゴッチさんとの戦いから、シングルマッチから始めていこうと思います。本当にこの戦い方っていうのは、まあ、ドラゴン、藤波辰巳さんもそう、いや同じゴッチ流の影響を受けた関節技をに藤原義明さんもそうですけど、やっぱり息が長い。藤さんなんかもゴッチのなんか本人はあんまり教え込むってないって言ってますが、やっぱりゴッチさんの影響を受けてるっていうことで、そういう選手って大概寿命長いですよね。こういう技っていうのは説得力っていうのがすごくあると思います。軽くないってことですね。やっぱり好きなのがネックブリーカードロップですね。めちゃくちゃ好き。前日は多かったし、天山とかもやってたけど、小島もかな、ちょっと使う人本当に減りましたよね。岡田もやってんのかな。でもネックブリーカードロップって結構やっぱり大事な引き継ぎたい技ですね。お、さあスリーパー。なんか木戸さんの技の中で一番好きなのはネックブリーカードロップです。この配信ツイッチでお送りしております。YouTube に2日後21時頃にアーカイブ配信予定です。ツイッター X を持ってます。あ、来た、
これですよ、これが好き。しかもあのジャンピングとかじゃないネックブリカドープが好きです。ババさんだったらすごい、ここぞって時使う技でジャンピングネックブリカドロップっていうのは決まり手っていうのはすごい説得力あるんですけど、キノさんはジャンプしないネックブリカドープですね。もちろんあの展開にもよりますがね。お、2.9。対戦相手はちょっと記録しておきましょう。6分だから3分ぐらい前かな。さあ、ま、ジャーマン、そういえば第二自由に行かなかったっていうのすごい大事ですね。木戸さんはジャーマン、なんかゴチが参加しなかったかららしいですね。なんかタイガージムとの関係で、まあ佐山悟との関係で、ね、ん、ジャーマン。スプレックスですね。武藤さんともやってますね、ムタ。おっと、やっぱりさすがに師匠には勝てない。師匠超えならずとなりました。佐山悟をスーパータイガージムに指導に行ったことでゴッチさんは第二次 UWF の顧問から外れていたってされてますね。ゴッチさん藤原組は来たんですけどね、 U サンバで言えば。あと残りの2団体はどうかな。 U インターは来てないと思う。リングスってどうだったっけ。でもやっぱりゴッチさんが一番関係があったのはやっぱり藤原さんですね。レジェンド軍に藤原義明がいない。じゃあアントニオ猪木行ってみますか。レフリーレッドシューズドゥーガン。北沢さんね、入れてもよ、北沢さん いないのがちょっと残念か。北沢さん入れるの忘れてしまった。というか、まあ、あ、そっか、
北澤さん入れるんだったらレフェリーですよね、やっぱり。バックドープ。さらにハーフボストン。セコンドやろ。アキレス腱固めです。そうですね、やっぱり札幌で人気ありましたし、すごいこういうふうに、まあ、長州さんもそうですけど、焼いてきましたよね。娘はプロゴルファーになりました。お、アキレス腱固め。エンズイは失敗。バックドロップ。そうですね、猪木さんも亡くなってしまって、なんかどんどん減っていってる感じですよね。セコンドやろ。アキレス腱。猪木さんらしく、風車リオンの猪木さんらしく、不参相手だと、合わせる試合見せますね。アキレス腱、なんかユースタイルで戦ってる感じです。バックドロップ。サイドアキレス腱、徹底してアキレス腱ですね。円髄。投げます。そういえば一時、前日あの雪解けの時ですね、あのSWS ができた時の新日と全日の雪解けの時に、なんか木村健吾と組んでジャンボ鶴田八組と戦ったっていうのはありますね。また天竜戦もあったり、天竜戦で腕を破壊したりして、新日本 WAR では新日本勢の勝利に大きく貢献したりとかありますね。あ、でもこれやらないと泣き、やつさんいたっけ、やつさんいるよな、やつさんいたはず。パンチ。足は崩れる。ちょっと余裕がない。もうなんかインディアンデスロックが目立つようになりますね。あ、足で崩れる。
ボディスラム。そしてチンロックです。次は不発パンチ一発。足を徹底して攻めてますね。キレスクなっておっと、ストンピングか。その場ストンピングは結構効果的かも。パンチ一発キックです。返します。エンズイ、これはまともに決まりました。足結構やられてんじゃないかな。スピングと、おっと脇固め。おっと丸め込む。カウントワン。空気のクラッチだったっけ。オンエンズに決まったが、パンチエルボーです。そしてエンズイ決まった。しかしドロップキックで返す。ロープに振ってストッピング。バックフリップ。そして足4の字です。トップキック。パンチ。おっとグランドヘッドロック。どうだ。あと疲れが見なってしまう。非常に危ない状態です。パンチ一発。足に相当のダメージ食らってるはずですね。ほんと軌道クラッチだが、これはロープギワ。ネックブリカードロップ決まりました。高さ抑え込み。これもロープ際。おお脇固め。どうだ。パンチ一発。徹底して攻められますからね。なかなかギブアップ奪えないですね。なんでだろう。脇固め。エンズや不発。さあお互い動きが落ちてきました。エンズや不発。ネックブリーカードロップ。
さあロープに振って足へ、そして木のクラッチ 2.9。 さあと得意技でしたが決まりません。クリップですね。ちょっと疲れが目立つ。一旦離れます。ロープウェイか、脇固めだが、おっとこれはロープウェイクではない。円錐切り決まった。あーっと足を痛めている。あーどうなる。あと円錐引いたとこを当たってしまった。こういうこともあるんですね。おっとグランドヘッドロック、ロープレイクです。パンチ、受ける。ドブキックも不発。パンチ。で、ストンピング。ロープには振らない。円錐当たった。グランドヘッドロック。本当にいぶし銀のナウトは基本的な技に攻めます。派手な見た目じゃないけれども。説得力のある技。さあ振って持ってきます。足相当やられてますよね。お、何、腕を攻撃したが、パンチ。おっと、ボストンクラブだ。意外、ここで。だが、しぶとい。バックドロップホールドです。 2.9 惜しい。エンゼは不発。ボストンクラブ、ハーフボストンですね。エンウォー、30分決着はつきませんで試合終了です。じゃあではですね、続いて藤原義明行ってみますか。新日にいないんだな、なんかレジェンド軍の中にはいない。
リーかな。いましたね。では行ってみましょう。グランドヘッドロックからさあゴッチの影響を受けた2人、倒します。おお、アキレス腱。ピッタが返ってこない。リンスアーム。そして足尾の字です。グランドヘッドロック。パンチ、パンチを応酬。見つけます。ロープエイク。さあ、ヘッドロック。さあ、ハーフボストンです。裏のヘッドロック。関節を巻き地と藤原義明も返す。関節を取り合い、フライングメイヤーから。アキレス腱だ。木戸さんを攻め立てます。おっと、木戸クラッチ。カウントワン。フォークに振る蹴りです。カバーに行きます。だがカウントありません。おっと、腕を攻める。渋いな、寿命が長い戦い方っていう感じです。これはロープブレイクです。ん？ブレーンバスター。パンチを打ちます。あと、ヘッドバット。得意のヘッドバットです。さあ、これブレーンバスターだが、起動返す。グランドヘッドロック。あ、スタンディングか。おっと、アンクルホールド。さらに、ブレーンバスター。
ロープには行かない。アームブリーカー。そして、これはアンクルホールド、かかと固め。かかと固めかな。そしてアキレス腱固めです。関節攻撃、ヘッドバット、パンチ。ボストンクラブに行こう。パン、エルボーで叩きつける。崩れ落ちる。カバーに行きます。カウント2。ロープに振るがぶつかるだけ。さあこれでパンチを打つ藤原。あと固め。ヘッドバットからパンチ。さあ両者疲れが目立ち始めております。気の蹴り。グランドヘッドロックだが、これはロープ際。ああ決まった、脇固め。さあこれ脇固めの応酬になることが予想されます。蹴ります。パンチ。さあロープに自分から行きましたが、ちょっと手がなかった。パンチとエルボーの応酬に行こうです。じゃあ吉明が倒しました。あとヘッドバット。あっ、キトクラッチだ。あと2。さらに行ってエルボーです。もう一回自分で行ってストンピング。脇固めだ。腕折り、折りますね。そろそろ腕折りると非常にピンチになります。さあ自分でロープに振ってストンピング。そしてハーフボストン。目立つが、ここで軌道クラッチ。カウント2。一瞬の隙をついたかと思われましたが、まだやっぱり温存しているのか。お、ぐるぐる回し、チョップ。もう一回軌道クラッチだが、これはロープ際。アーブリーカー。脇固め。腕殺し。もう一回腕殺し。だが、先に進めない。速攻パンチです。ヘッドロックかパンチ。回って、キッチンシンク。だが、攻め込めない。パンチを打つ。グランドのヘッドロック。強力。さあ、これギブアップ奪えるか。お、脇固め返す。お、グランドヘッドロックだ。サイド、もうそういう試合になってます。あっと、フロントスープレックスかな。クリック、クルックヘッドシザーズだ。あ、これ決めることはできない。渋っ。気度耐える。再びクルックヘッドシザーズ。決めにかかります。藤原義明。再び腕殺し。脇固め応酬です。
まだ腕は浮いてないですね。ネックブリーカードロップ、あ、チンロックだがロープエイク、脇固め、さあどうだ、耐えます。多分関節の耐久力高く設定されてるのかな。パンチ、ミッドバット、ロープに振って、あっと、しかし自分が倒れてしまう。脇固めだ。20分を経過しております。バックリップ、チンロックです。まさにいぶし銀の技。おっと、丸め込んだ、どうだ、 2.9 惜しい、全落ちる。バックリープ。ブレーンバスターです。キチシンク。冷静です。そしてブレーンバスター。カバーに行くか？いや、アキレス腱だ。どうだ、耐えます。藤原義明、そしてブレーンバスター上、タマーズ場外へ。持ってきます。おっと、パイルドライバー、藤原まだパイルドライバー出しておりません。エルボーで返す。もう一回パイルダイバーです。ドリルアホールです。ダイビングに、こっちじゃないパイルドライバー。おっと、決まった、昨日の勝利、藤原義明を破りました。脇固めですね。じゃあ吉明を脇固めで破っております。さあ次ですね。次は誰行こうかな。すば。内村義明行ってみましょう。内村義明じゃない、藤波辰巳。黒パンの対決ですね、いずれもここまでは。振ります。バックドロップ。ハーフボストン、
トップキックアフが初タックル、脇がためです。さあ距離、お互い前を測ります。エルボーの勝利。カバーに行きますが、さすがにまだ4分も経っていない。脇固め、腕を攻撃する、グランドヘッドロックです。また脇固め、ドブキックは不発、体格差がありますかね。実はライングメイヤーカバーに行きますが、曲がります。ドラゴンスクリューパンチを打つ。ブレーンバスター、藤波たまらず場外へ、なんか戻ってきます。ボディースラム、ライングミアからフトスタンプ、腕を攻める。基本に忠実なレスリングを展開、内波をそれに応えます。じっくりしたレスリングが展開されていきます。おバックエルボーです。そしてドラスク、ちょっと試合が動き出しましたね。藤波から仕掛けていく足音の字、丸め込むが、これはロープギア、どうする、ロープに振るが、フトスタンプからバックエルボー、ショルダースルー、2、ダイビング2です。ジャンピング2かな、2ドロップですね。さあトップオフだからダイビング2だが、これは不発、逆にハーフボストンを食らってしまう。バックエルボーです。あ、腹固めだ、藤波の腹固め、これは結構珍しいかも。ボディースラム、カバーに行きます。片指固め、そして上がらない、リバースへ返す。さあ場外に追っかけていかないですね。します、
バックドロップ。そしてドラゴンスリーパーです。ここは気を耐えます。パンチを打つ。ロープに打ってエルボー、アキレス腱固め。ネックブリカドロップ得意の技。そして足をのじです。なんと意外、あんまり有味のない技ですね。飛ぶわけないか、追っかけません。息を整えます。お、カウント2、グランドコブラでしたね。バックリップで返す。お、ロープに打って、だがこれは藤波読んでいた。お、飛ぶ、飛びますね。これドラゴンクランチャーですね。もう背中から当たり行きましたね。さあ中に入っていく、いい試合ですね。なかなかマヌエコムが、これはロープ際、逆ささえ込みだが、これもロープ際です。おっと、キドクラッチ、カウント2。ストンピング、2.9、 ロープに打って、おっとドラゴンスリーパーに行こう。どうだ、耐えられるか。耐えました。ロープに振って、サイドドラゴンスリーパーだ。この連続攻撃厳しいぞ。なんとか耐えた。ブレーンバスター、疲れが溜まっているキドサム、追撃に行けません。おっと丸め込む藤波、 2.9。さあもうこれ最後ですね。グランドヒットロックだがロープブレイクを言い渡されてしまう。おっとマジがダメだ。これは禁止が、これも耐えます。けど耐える。逆さ抑え込み、スリーカウント。さすが藤波、けど惜しくも敗れました。いや渋い試合です。いい試合だったですね。はい、次です。前田明、行ってみましょう。優といえばこの人。はい、前田とのシングルマッチです。嬉しい。上がらない、リバースへ返す。2です。裏アキレス腱だったっけこれ。対決
さあ、場外へ持ってきます。サイドスープレックス、アキレス腱固め、来るかな。腕試技、台車にキックは不発。小手さん、台車にキックは大振りですからね。さあ、再度腕試技、腕を破壊しに行きます。前田明、ハーフボストンに移動以降、バックリップ、蹴りです。ロープに振ってフライングニールキック、人間強だが場所が悪かった。さあ、グランドヘッドロックへ、もう一回グランドヘッドロック。お、なんだ DDT で返す。お、なんだこれ、カート2。お、腕を攻撃、グランドヘッドロック、あ、ジャーマン決まった。 2.9。 さあ、キドクラッチ、カウント1です。おっと、キャプチュード、カバーに行く、だがロープギアだった。ロープにブレーンバスター、グランドヘッドロックです。宮沢攻防になるか、腕試技だ。蹴りです。チキンウィングフェイスロックです。まさに言う、あんまりやりませんでしたね。そういえば木戸さんは、キドクラッチはやらない。バックスリーパーです。同時面スリーパー、おー、耐えます。ロクラッチャー、これは場所が悪い。またジャーマン人間鏡、カウント2。逆にリバーススープレックスっぽい、フロントスープレックスなのかな。蹴りを入れる、ハイパーに、そしてチキンウィングフェイスロック、
エルボ合戦です。ドブキックサイドチキンウィングフェイスロック、決まってしまった。U のエース前田キロさんを破りましたね。ということでどうしよう、あと高田とかか、坂口さん、グラン浜田でいきましょう。結構前座試合で試合やっていたはずです。言ったが、ブラのヘッドロック、まして吉進よく振るが、本当エルボーです。チノック、ブロッキングヒットロック、脇固めです。キロクラッチ、でも、まあ、言うほどやっぱりグラン浜田も空中技は対応しませんね。カウントワン。バックドロップ。面白い攻防になってます。ヘッドロック。これを待ってました。脇固め。ロブレイク
スリーパーです。クラッチだがちょっと勢いが良すぎた、ロープギアになってしまいました。さっきのクラッチ、これはカウントワン。バックドープ、お、コーナーポストからプランチ、飛び込みました。ダイビングボディープレス、空中技が初めてできました。ニックブリカードロップ、これがイブシギン。もう一回ニックブリカードロップから足音の字です。ダイビングボディープレス、イネシギン逆十字、足音の字です。どうだ、カウント2。10分以上経過しております。鮮やか空中で返します。ブランドヘッドロック、バックリップ、新ロックに移行です。お、お、裏カナナかな。明け頭め、これはコブラツイストですね。ラ・マヒストラル 2.9 危うし、お、マネメコム 2.9、 あ、ドロップ、バスター、どうする、あっとコーナーポストからダイビングボディープレイス、決まった。どうだ、 2.9 なんとか返す。さあこれグランドヘッドロックに行こう。キドクラッチだがこれはニアロープで、ラリアット。さあ、打って戦闘音です。バックドープ。
スリーカウント。浜田に丸め込まれてしまいました。ラカン7。こっち建造前田初代タイガーマスクで行きましょう。レフェリーアントニオ猪木。初代タイガーマスカー U の場所はスーパータイガーとして上がりました。最初はマスクつけてたんですが、素顔に合いだんだんとシューティング格闘スタイルへと戦い方が変わっていってしまいましたよね。お、まあ、後にまたプロレスやり始めております。やっぱり空中殺法は子どもの頃熱かった四次元殺法ですよね。おっとローリングセントーン、サマソートロープです。両攻撃エルボーミストドープから、バックドロップ。さあ、ラススープレックス気味でしたね、今のは。両攻撃ボディスラム、ダブルアームスープレックス、もう一回バックの取り合い、バックドロップ、ダブルアームスペック上がらない、リバースへ返す、グランドヘッドロックです。さあ、第一次 U ではなんだっけ、実力者トーナメントだったっけ、実力者決定リーグ戦だったっけ、格闘技ロード公式リーグ戦ですね、こちらで優勝しております。ジャーマンです。 2.9 エルボーです。そしてドップキック、サイドドップキック、高さ抑え込み、ハーフボストンになります。
タイガースロイダー、サバソルトドロップからケリーですね。脇固めだ。さあとコーナーポストからダイビングヒットバット、ジャーマン 2.9。 キリオ連発、フランキョウスジョープ、ちょっと空中サポについていけてない感じですね、木戸さん。サイドコーナーポストからダイビングヒットバット、これは決まりまして、どうするんだ、タイガードラゴンスープレックスかな、スリーカウント、タイガースープレックスですね。あっさり決着はついてしまいました。タイガースープレックス、初代タイガーマスクが、勝ちました。カーンぐらいしかいないよな。でも前座でやってますからね、キラーカーンは権利あるでしょうということで、カーンと行きましょう。キラーカーンとのシングルマッチです。ショーダースルー、急所攻撃、お、規制を上げます、キラーカーン、ダブルアームスープレックス、スリーパーです。グランドヘッドロック、嬉しいになります。お、ストロークブロー、僕に走ってニアドロップ、2ダイビング、2ダイビング、2じゃないパイ、こっちパイルダイバーです、ツームストーン、おーっと社長子だ、をかけるモンゴリアンチョップですね。さあこれは、あ、2アタック、ダイビング2アタックですね、カバーに行きます。
いい天球、危うし。破壊力は抜群ですね、キラーカーン。負け当たりに行こう。ダビングにカバーに行きます。 2.9 早めに決めちゃおうという感じでしょうか。キラーカーン、あーっと急所攻撃、そしてバックドープじゃない、アトミックドープだ。ドープからまた2位だが、これは避けた。ニックブリーカードロップ、脇固め。ん？ツーストーン、スリーカウント、あっさり決まってしまいましたね。小鉄さんですね。あとは2星の勘太郎、永遠はるかぐらいかな。では行きましょう、山本小鉄とのシングルマッチです。ストロングスタイルのゴンゲッタを言われる山本小鉄、道場論ですね。ドブキックアフアツ、2位を叩き込む足毛にしますが、 M パークドープカバーに行きます。カウントワン、
ロープに振って、エルボーです。さあ、自分からロープに行きますが、そう、背を切れない、コブラツイスト。スリーパーです。クリップ。やおっと小鉄場外から戻ってきます。ヒドクラッチ。カバーに行きます。カトアン。ケアため場外で、持ってきます。カバーに行きます。あと2ルボー、そして飛び込む、カバーに行きます。あと2ブレーマスター上がらない、リバースへ返す、気をたまわず場外へ、ドクラッチ、カウントワン、パイル、ジャンピングパイルドライバーです。頭グランドヘッドロック、バックドープじゃない、おっ、ニークラッシャー、エルボー置いてしまいます。負け固め、バックの取り合い、そしてブレーンバスター、
ックランドヘッドロック。さあどうなる、耐えます。足を投げ、おっとカーディアンバックブリーカー戻します。さあそこで一クラッチ、カウント2、グランドヘッドロック。バックドープ、もう一回、いやバックの取り合いからスリーパーです。どうだ、決まったか。耐えますよ男鉄。突っ込む、エルボー、脇固め、2.9。 逆ささせ込み 2.9、 惜しい、ひどくらちだ。スリーカウント、見事に決まりました。木戸サム本人の18番、木戸クラッチが炸裂。山本虎鉄から3カウントを奪いました。出ましたね、ついに木戸クラッチが。はい、ということで見事な勝利となりました。岡田とかも試合できるけど、棚橋とかもいるんだ。天竜ってどこにいる？天竜はライガー枠にいたような。ライガー枠に、そう、若き高田もいますね。どうしよう、山田圭一もいるや。でもあんまり山田圭一と接点って、まあ対優でやってるか、小永さんとかもいいかも。ディーン・マレンコとかもいいかもね。ディーン・マレンコとやっても面白いかもな。あとは山崎和夫とか中野達夫とかもいますがね。佐野直樹、あんまりジュニアじゃないかな。天竜いた。ということで天竜グエン一郎と戦います。シングルマッチです。
さあ、ミスタープロレス天竜源一郎パワーボブが怖いです。ボディースラム持ってきます。さあ、脇固め。ラドヘッドロック。ネックブリカドープ。ルボです。ネックブリカドープ。今のところ優位に試合を進めております。キドサム、アキレス腱固め、ロープレイクです。おっと、突っ張り、数落とし、ロープに振ったが、ロープに振ってショルダースルー、フットスタンプ、ネックブリーカードロップ、おーっと、これはストレッチプラムかな。さあ、これはどうするんだ。危ない、あ、投げる、スパイダージャーマン、おっと、53歳決まりました。カバーに行きます。 2.9 数落とし、バックの取り合い、スリーパーです。DDT、 天竜で DDT、 円髄、数落とし、ラリアットです。カバーに行きます。 2.9 公的に押さえている感じですが、レバスター、ジャーマン、2.9
さあバックの取り合い倒しまして、フットスタンプ脇固め、再び脇固め、ネックブリカドープからコテスも突っ張り、バック、タバックを取り合い、逆さ抑え込みだ、カウント2、パワーじゃないパイルドライバーです。バックドープ投げてグランドヘッドロックだが、これはロープブレイク、フライングメイヤーから決まりません。場外へ行きますが、木戸は場外に追っていかれず、天竜が戻ってきます。天竜ボディスラム、さあ遠目ということで、これはテキサスクローバーホールドですね。耐えます。逆にブレンバスターは返す、上がらない。今度は天竜が逆に返す、もう一回テキサスクローバー、チョコだが、これはロープブレイク、ボディスラムからバックを取って、おっと同時目スリーパーです、決まった。なんとユーらしい技で天竜が決めました。さすがこの辺はミスタープロレスですね。コブラホールドですね、バックスリーパーに見ました、コブラホールドでした。ダブル A かな、ザ・グレート・ムタはある、西村とかも面白いですけどね。なんだろうこれ。あれ？レッスルワンかな、
越中とかかな、あとは越中、小林国明とか、グレートムタ行ってみますか。ではグレートムタとのシングルマッチです。なんかグレートムタ戦をやった時にその毒斬りを当然打つわけですが、ムタはかなり怒ったみたいですね。
お、嬉しい。椅子がもう出てますね。噛みつきだ。エルボーです。スリーパーです。パンチを打つ。カンガルーキック。さあこれ昨日のもう額が出血してますね。お、倒します。そしてインディアンデスロック。また噛みつきだ。クラッチ、キトクラッチ。そしてムーンサルト行くかな。起き上がった。いや、手刀を落とす。そして上がりまして、これはムーンサルトだがロープレイクです。化け頭。おっと、毒入りだが、これは避けた。ブリーカー、ムタ攻められないな。おっとキック、ロープに振ってライン組。おっとキックラッチ、タスキック。そしてムーンサルト決まった。しかも椅子の上。スリーカウント。ムタの オリエンタル攻撃を前に沈みました。不思議対決も面白いかもね。しかし縁やってみましょう。再開始。いきなり脇固め。
き固め、さあゴチイズムの継承ですね。全日オフシマサノブ、ライグメイヤーフェイスロックです。ダブルアームスープレックスホールド、丸い込む、アウトアーム、アキレス腱です。スカー展開、ニークラッシャー、スーカー立ち上がりか。さあこれがどう動いてくるか。腕を攻めます。おっと逆に丸め込む、ラフチうまい。おっとグリグリ、フェイスロックです。テクドープキック、アームロック、締め付けるフェイスロック、ボディースラム、おっと、ロープレイクです。アウブリカ、おっとボディスラム、そして脇固め、おっとアフリカです。そしてグリグリです。エルボー合戦ですね。アキレス腱へ行こう。もう渋い試合ですね。お、なんだこの変形の関節は。脇固め、ヘッドバット、ヘッドロックですかね。ストッピング、高速ブレインバスター、うち、あ、延髄、
新日以上新日らしいな、淵を攻撃。崩れ落ちる淵。エルボーのドキックを中心に攻めます。さあ、これは追わないですね。お、磯を取り出す淵。どうするつもりだ？おっと、なんとまあ、おっと、招き込む。カウント2。何？あと、ロープだ。ロープに攻撃だ。しかも円髄。脇固めで返す。パイルダイバー。ボストンクラブですね。脇固め。さあ、ヘッドロックと畳みかけます。さあ、脇固め。ドブキック。ネックブリカード。そして、チノックか。スパイルダイバー。ロングボストンですね。熱い試合になってきました。そして軌道クラッチ。2.9 惜しい。ネックブリカードロップ。このポストからダイビングに。さらに軌道クラッチ。2.9 惜しい。口を負けてられません。ボディスラム。そしてコーナーポストでダイビングヘッドスタンプ。バックドロップ。高速です。口を必殺技バックドロップ。得意技ですね。エルボーでたたきつける。バックの取り合いからバックドロップ。もう一回だが逆さ抑え込みロープエイク。ロープから振ってロープキックは不発。招き込む淵。スリーカウント。木村木戸淵の前に敗れ去りました。淵もいびし銀だったってことですね。さあ最後中村俊輔行ってみるか。ケオスで、ね、ないな、さすがにもう。
原俊介いないってことはここかな。いた、中村俊介だ。さあこれ最後ですね、中村俊介ですね。この関係ですが、なんか、木戸治はコーチとして指導したということですね。あの引退後に、そのデビューにこうデビュー新人時代に貢献した木戸治さんですね。中村俊介、果たして恩返しができるかどうか、シングルマッチです。蹴りです。足を同じ。パンチ。おお、円錐。ロープで走るが。エルボーの打ち合いです。フットスタンプ、カバーに行きます。お、ハーフボストンです。ピンプシューズ、リコブリカドープですね、いわゆる。おお、フロントスープレックス、蹴りを打ちます。新ロック。お、フラアキレス腱。おお。カウント2、腕しぎです。おっと、2位落ち着ける。さあ2位ロープから蹴りです。
サッカーボールキック、おっと防ぐ。かけて、またサッカーボールキック、カバーに行きます。カウント2、ブリカードカバーに行きます。カウント1、さあグランドヘッドロック、イブシギン起動サム、腕を攻めていきます。ドクラッチ、カート2、おっとなんだこれ、うねしぎになりました。そしてうん、あっとボマイエだ、サイド2を焚き付ける、ダメージは蓄積されていきます。蹴りダイビングに、足を文字、いきますが、これを避ける、おっと4点ポジションの膝だ、蹴りです。あ、顔面ウォッシュみたいな感じですね。で逆にだからリバースへ返す、ファイルダイバー決まりません。持ってきました、トムキー、カウント2、ネックブリーカードロップ、再びホールに行く、カウント2、おっとハイキックだが軌道防ぎます。腕を攻める、グランドヘッドロックだ、おパイルドライバー
ドリルアホール。逆に、あ、落とす。スリーカウント。決着は突然に。中村俊輔を恩返しの勝利です。ハリケーンドライバーって言うんだこれ。はい、ということで、木戸さんですね、今までお疲れ様でした。いや、非常に木戸さんの残した戦いというのは、偉大なものだったと思います。ゆっくり休んでください。ありがとうございました。ということで、ファイヤープロレスリングワールド、ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。